高木ひな子は、日本の作曲家。兵庫県立西宮高等学校音楽家ピアノ、専攻卒業。大阪音楽、大学音楽学部作曲学科作曲専攻卒業。同大学大学院音楽研究科作曲専攻、終了。作曲を、久保陽子、英語さんに指示。クール・シュベール国際音楽アカデミーに参加。京都フランス音楽アカデミーにて、英語さん。 イータンギーの作曲クラスを終了。現在、大阪音楽大学において作曲非常勤講師を務める。2019年に若手音楽家の登竜門であるジュネーブ国際音楽コンクールの作曲部門で最優秀賞を受賞。受賞作品、エル・インスタントは2021年に開催される同コンクールの応募屋部門における課題曲として選出される。 エル・インスタントは、フランス語で、瞬間を意味し、画家、甲島の重労の、ろうの影響を受けて作曲された。同作品では、古代ギリシャ人が感じたであろう品に対する、神秘性、感動が、現代を音楽を通じて、現在に生きるエルように表現されている。手がける作品は、難解なイメージがつきまとう現代音楽。その世界を身近に感じてもらおうと、 音楽仲間と共に新曲を披露する、小さなコンサートを開催するなど、新しい音楽と聴き手が出会う場作りに力を入れている。2020年6月には、プロジェクト21ショートトンマスタークラスの作品公募で、ロストイン、フォーフルートソロが選出される。同作品は、コロナウイルス状況下の現代人をモチーフにした作品であり、イタリア人のフルート奏者、 マリオ・カーリーによって2021年夏に香港で演奏予定。2020年9月には雲をテーマに曲の構想が練られたメッセンジャーが日本センチュリー交響楽団主席客演ホルン奏者の日高強氏のリサイタルで初演される予定。同時期において大阪府豊中市で新規開講予定である庄内桜学園の校歌を作詞、作曲した。 同作品では未来を切り開く子供たちを応援したいという気持ちと統合で亡くなる学校もずっと記憶に残したいという願いが込められている母校の中学校では学級科を作ることが学校の伝統行事となっておりその際作曲を担当したことが作曲家を志す原点となった県内の高校に進学しピアノを専攻していたが高校3年生の時に 作曲を本格的に勉強したくなり、大学では作曲専攻に入学した。大学時代の恩師が大学1年時に出した課題は、1年間に変奏曲のテーマと、その変奏を100曲作るというものであり、この課題から作曲の基礎を学んだ。ありがとうございます。